何をやっても退屈だ、空虚だ。いくら推理ゲームをしたり本を読んでも満たされない。俺がもっと強く止めていれば。彼は許可書を持った探偵だよ。教師のバラバラ死体か、派手だな。これはいい。小林君、信じたくはないが見過ごすことはできない。小林、お前が犯人なわけないだろ。今日決心したんだ。行ってみるんだ、あの人のところに。その日初めて退屈じゃなくなった。異常犯罪のリアル謎解き、これ以上に面白いゲームはない。最低だ、ありがとう。この状況が楽しいんです。楽しい、可愛いことを言うじゃないか。他の生徒たちに事態を説明する必要があります。中学生が担任を殺すなんて信じたくありません。君、いける口だね。あら、明智君は何も教えてくれないの？小林君だね、君と話をしたい。くれぐれも良い子は真似をしないでくださいね。早く